サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 Amazon ファイルキャッシュが一般公開されました。 Amazon ファイルキャッシュはオンプレミスを含む様々な場所に保存されているファイルデータを処理するための AWS 上のフルマネージド、スケーラブル、かつ高速なキャッシュです。 Amazon S3AWS で提供されている NFSV3 で DNS アクセスできる NFS サーバー、オンプレミス環境の NFS サーバーをサポートしており、最大8つまでキャッシュ元として指定が可能です。メディアエンターテインメント、金融サービス、健康ライフサイエンス等、ファイルの高速処理が必要なワークロードに適しています。システムズマネージャーがクラウドウォッチアラームを用いてエラーが起きた場合のタスク実行をコントロールできるようになりました。例えばシステムマネージャーオートメーションで EC2 にパッチを適用するケースにおいて、 EC2 に何らかの問題が発生し、クラウドウォッチアラームでステータスチェックフェイルドが発報された際にパッチ適用を継続するのか、それともパッチ適用のタスクを中止するのかを選択することができます。このオプションはシステムズマネージャーのオートメーション、ランコマンド、ステートマネージャー、メンテナンスウィンドウサービスに組み込まれています。データライフサイクルマネージャーが EBS スナップショットのアーカイブ層への移動を自動化できるようになりました。データライフサイクルマネージャーとは、 Amazon EBS ボリュームのスナップショットの生成、保存、削除のライフサイクルを自動化するサービスです。今回のアップデートでアーカイブ層への移動も自動化できるようになったため、スナップショットの生成、保存、アーカイブ、削除といったライフサイクルが新たに利用可能となりました。Amazon Connect ケースが一般公開されました。 Amazon Connect ケースは Amazon Connect に内蔵される機能で、エージェントが閲覧可能な課題管理ツールです。エージェントは問題を解決し、顧客満足度を向上させるために必要な情報を素早く手に入れることができます。 EC2 の AMI でインスタンスメタデータ V2 をデフォルトで使用する設定が可能になりました。 IMDS V2 とはインスタンスメタデータへのアクセスを強化するためのもので、不正なメタデータアクセスに対する防御を強化するためにセッション指向のリクエストを要求します。 IMDS V2 についての詳細は概要欄にあるインスタンスメタデータ V2 を分かりやすく解説してみるブログをご一読ください。クラウドフォーメーションでオーロラサーバーレス V2 がサポートされました。オーロラサーバーレス V2 とは、オーロラのオンデマンドのオートスケーリング設定において、アプリケーションのニーズに応じ自動的に起動、シャットダウン、キャパシティの拡張、縮退を行うことができます。オーロラと大きく異なる点としては、オーロラサーバーレスがクライアントと VPC エンドポイント経由で通信を行う点です。オーロラサーバーレスの詳細については概要欄からブログをご覧ください。 IAM アクセスアナライザーのポリシー生成機能によって定義可能なアクションやサービスが増えました。 IAM アクセスアナライザーのポリシー生成機能とは、クラウドトレイルの過去のアクティビティ履歴を分析して実際に実行した操作に基づいて必要なポリシーを自動で作成する機能です。これにより最小権限の原則に従って必要な権限のみのポリシーを容易に定義することができます。今回のアップデートにより、 AWS クラウドフォーメーション、 Amazon DynamoDB、 Amazon シンプル Q サービスなどをはじめとする140以上のサービスからのアクションからポリシーを生成できるようになりました。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。